日本人宇宙飛行士の大西拓也さんらが登場する宇宙船ソユーズはまもなくあと1時間ほどで ISS 国際宇宙ステーションにドッキングしますモスクワ郊外の観戦センターですまもなくドッキングということで嫌が王にも緊張が高まっています 7日に打ち上げられた新型のソユーズは今回が初めての飛行のため慎重にシステムを点検しながら高度を上げて ISS に接近していますこの後日本時間の午後1時12分にドッキングして大西さんら3人の宇宙飛行士が午後4時前に中に入る予定ですその後モスクワ郊外のツープ完成センターにいる家族らと交信するということです